フジモンがひき逃げ後も出演できる理由。フジモンことお笑い芸人の藤本敏史は、10月4日に起こしたひき逃げ事件によって、現在活動自粛中。しかしなぜか事件前に収録された番組では、フジモンはカットされず、この放送は〇月〇日に収録しました、というテロップ処理のみで放送。立派な犯罪として世間からは批判されているが、ガヤで笑いにアクセントをつけるのがうまい。編集しても切れに切れない。この世界では特別な存在と、業界人に重宝されている。制作側から気に入られているため、活動再開も秒読みだと言われている。